来てるかな、2018年の11月21日の夜中の0時32分です。今から撮影していきます。よろしくお願いします。お疲れ。こっから、3時間撮影しようと思ってるんで、よろしくお願いします。3時間撮ります。3時間ね。撮っていきましょう。いやー長いよ、長いよ、こっから3時間長いよ。もうひたすらシャッター切るマシーンだからね。まあゆっくり楽しんでいきましょう。雑談したから、外雑談ですね。どういう映像ができるか楽しみだね。三脚もガッチガチに固定したんで、多分大あピント合わせてね、失敗した、ごめん、ピント合わせてなかった、失敗した。失敗した、ボンミス。危ねえ、気づいてよかった。やばい、撮り直しです、ごめんなさい。もう一回やり直します。いきます、撮ります。こっからスタートです、ごめんなさい。こっからスタートです。3時間お付き合いいただけると嬉しいですね。寒い。差し入れ全然 OK なんで、リアドス全然 OK なんで、こんばんは。差し入れ缶コーヒー大歓迎です。缶コーヒー差し入れよろしくお願いします。あったかい、あったかい缶コーヒーよろしくお願いします。西武新宿ではない、歌舞伎町の前。もう歌舞伎町に来たら俺だってわかるよ。歌舞伎、歌舞伎です。いや突然全然 OK ですよ。ステッカー持ってきてるかな今日は。乗せんな。寒いね。こんばんは、頑張ってるよ。こっから3時間ね。こっから3時間。ただまあ人の顔も映らないし、車のナンバーも入らないし、迷惑かかんないし、ベストかもしんない。ここはタイムラプスですね。タイムラプス多分ね、あの欲しいものリストの設定間違えちゃったんだと思うよ。多分自分の住所に送っちゃったんでしょう。多分そうだと思うんだよね。そうだったでしょう。あのプレゼントになってなくて自分の方に届いちゃったんだと思うよ多分ね。いいよ全然気にしないで、
むしろ俺そんなことでニンニのこと嫌いになんないから全然気にしないで。名前俺になってた？なんだろうね。パーカーっすよ、パーカー。でもこれしか持ってないですよ。でもカレオさん今日良かったかもしんない。めちゃくちゃかっこいい写真撮れてる。これ完成やばいっすよ。これ完成多分えぐいのになると思う。超かっこいい。そりゃそうだよな、誰もこんなところに3時間も経とうなんて思わないもんな。めちゃくちゃやばいっす。めちゃめちゃ綺麗です。さっき確認したんですよ、写真何枚か。超良かったっすよ。これはえぐいのができると思います、ね、ただこの手動でやるのが嫌っすね。オートでやりたい。はい、おかえり。手動がきつい。タバコだけ吸いたいな。ただここ揺れないからいいわ。ただね、酔っ払い運転で俺が事故られるか引かれないかどうか不安だね。引かれないといいんだけど、それだけ不安っすね。あ、いいよいいよ、全然寝落ちは全然いいよ。これめっちゃかっこいいのになるだろうな。帰ったらね、家に帰ったらね。寒い。赤信号で渡ってるバカいるよ。赤信号で渡んなよ、酔っ払い。ちょっと待ってね。見た見た、ニンニ、本当だ、東京になってるね。何なんだろう。なってたわ、なってた。じゃあなんかあれだろうね、配達業者のご発送だろうね。配達業者の間違いだ。まあいいよいいよ、気にしないで。誰が悪いわけでもないから、誰も悪くない。
ありがとう、ありがとう。まだ大丈夫かな。ありがとうね。風邪ひくだろうね。風邪ひくと思う、俺も。すげえ寒いもん。なんだ、救急車。寒い。寒い。タバコ吸いてえな。早くもタバコ吸いたいよ。寒い。シャッタースピード6で切り替えてるから、30秒の動画撮るの1時間半でいけるかもしんない。ただシャッタースピード6にしてるから、ただこれ手がかじかんできたぞ。手がやばいな。お、タイムラプスって何十秒ぐらい撮るのが正解なんだろう。尺って、尺の正解が分かんねえな。尺ってどれくらいでいけばいいんだろうな。
手が寒くなってきた。これ今日ギリギリだな、季節的に寒すぎる。インターバルレッグついてないんすよ。でアプリが1000円するんすよ。1000円ケチってます。インターバルレッグ、あのアプリが1000円なんですよ、インストール。はい、そうなんですよ。50万の PC はこじるけど、1000円のアプリは。でもやっぱり30万のカメラ盗まれたのかシャレになんないじゃないですか。まあまあアナログでポチポチやるのも楽しいなと思って。インターバルレッグできんのかな、これ。これ多分できないですよね。インターバルレッグできたらめちゃめちゃいいんだけど、これ。できんのかな。これできんのかな、このリモコン、インターバルレッグ。できたら笑えるよ。帰り何食べよう。撮影中です。お疲れ様。めちゃくちゃ寒い。歌舞伎町にいます。ですよね。いやでもカメラから離れたくないっすね。でもカレオさん、今からちょっと手伝いに来てくださいよ、歌舞伎町。歌舞伎町ちょっと30分ぐらいシャッター切ってくださいよ。無理っつって。リスナー来ねえかな。リスナー来たら速攻タバコ吸いに行く。ちょっとカメラ見てて。ただ今回の撮影ってあの夜中だから、多分電気もついたり消えたりしないんですよ、歌舞伎町だから。だからもう人の通りと、おう、歌舞伎町で今日だったらリア突できたのに。寒い。寒い寒い寒い。歌舞伎町ですよ。
いや、えぐいなこの寒さ。てか救急車通り過ぎだろ。どんだけ人が倒れてんだよな。大丈夫かよ。こんにちは。あ、ごめんなさい、中入ります。English time lapse now、you time lapse sorry I'm sorry I'll do this I'm sorry 今いや今あの外国の方も一緒にタイムラプス撮るんだって。タイムラプス撮るんだって。であの中に入ろうとしてたからごめんっつって今撮ってんだっつってかぶった、うん、で歌舞伎町の方撮るって、うん、同業外国の方、うん、まあまあまあ海外来たらねここはめちゃめちゃいいになるよね。見ててほら嫌だよ嫌だよ、うん、LN めっちゃでかい、めっちゃでかい、うん、うん、でかい。 YouTuber? YouTuber? No, just for fun. Yeah. キャノンだね、うん、キャノン、うん、配信者じゃないよ。思いっきり英語喋ってるもん。うん。あつ赤ハチマキ。うん。俺ねあんまりそのなんだろうアルファから入ってるからアルファセブンから入ってるからあんまりねそのなんか今回の買い物気に入ってるし。あんまりそのキャノンとかニコンとかの新車の人の気持ちがあんまりまだ分かってないんだよね。だからコンデジはずっとイクシー2個持ってたかな。イクシーがすごい好きだった。今あんのかなイクシーって。でもずっと喋ってんだよね。 YouTuber じゃないのかな。ラジオ放送やってんのかな。寒いね。あ、行っちゃった。さよなら。さよなら。行っちゃった。三脚持って行っちゃったよ。寂しいな。あ、歌舞伎町の真ん中で撮影してる。ほら。歌舞伎町の真ん中でドカンと撮影してるよあそこはね信号赤で赤とか白とかないから三脚立ててるど真ん中で歌舞伎町のウケる超ウケる。いやいい写真撮るためにはねある程度ねだからもうその迷惑をかけない中でその夜中とかそのいや、みんながねかっこいいと思う写真そんなもんだよ。だって俺どこでどういうところ撮ってるか見せようか。俺の方がシュールだよ。ちょっと待ってね。俺が今撮ってんのここだぜ。あそこで撮ってんだよ。これ中央分離帯で撮ってんだよ。ここ俺の方がシュールだっつうの。こんなところで撮ってんだよ。俺の方がシュールだよ。はい、こんばんは。中央分離帯で車に囲まれて超寒いんだけど。ほら。これでわかるかな。いや、中央分離帯寒いよ。いや、超寒いよ。車ビュンビュン通るし。
さあね、何枚ぐらい撮ったかな。今何分経過？25分だから、まあまあまあ、まあまあまあ、3時間ここにいるのつらいよ。寒い、寒い、寒すぎる。それがね、バカだから風邪ひかないんだよ俺。全然大丈夫なんだよね。いや、ていうか寒い、ひたすら寒い。シャッター切れてるよな、大丈夫だよな、大丈夫だよな。200枚ぐらい切ってるか、大丈夫だよな。いつ公開ですか。いや、これはもう家に帰ったら編集自体はもう30分ぐらいできるから、朝かな、朝か夜中。あのね、タイムラプス自体編集は楽なの、全然楽なの。だから全然かかんないよ。映画に関してはプロフィール欄に書いてあるんで見てもらってもいいですか。プロフィール欄に書いてあるんで、はい、もちろん載せますよ。もちろんもちろん。お天気暗くなった。うわ、暗くなった。どこが消えた。あれか、あれが消えたんだ。あのなんだ、ヨドバシが消えたんだ。ヨドバシの電光掲示板消えたのか。寒い、ワドツー。結局今日のロケ地はここです。こちらです。寒いよ、下手に助けに来て。タバコ吸いたい、寒いよ。なんで俺中央分離帯に3時間もいなくちゃいけないの。めっちゃ寒いよ。服持ってないんだよ。しかもこれもジャック・ダニエルのパーカーもう4年か5年着てて、あのリスナーさんにいつも T シャツだから、お前パーカーぐらい買えよって言われて。歌舞伎町だよ、歌舞伎町だよ。タイムラプスですね、タイムラプスです、タイムラプス、タイムラプス。いや、これは地獄。これは寒い。人減ってきたな。減ってきた。あ、そっか、ベインもあんのか。ローランド？誰ローランドって。はあ、寒い。ローランドって誰？いや、もう手が痛い。誰か缶コーヒーリアトツありっすよ、缶コーヒーリアトツ。知らん、知らん、知らん、興味ねえ。寒い。誰か歌舞伎町にあったかい缶コーヒーと
リア凸 OK なんで、ぜひ僕にぬくもりをください。ぬくもりをサムタンです。サムタン、寒いよ、えぐい寒い、寒いよ。まあいい映像を撮るってこういうことだからな。まあ、根性を出さないとね、根性を。お、30分か。まだ30分か。でもシャッタースピードを6で計算してるから、当初の30秒取るんだったら1時間半でいけんの。え、皆さんどう思います？この映像どれくらいの尺あれば余裕持ってると思う？シトルリン、シトルリン教えて。ここの映像さ、どう思う？多分絵的には変わらないと思うんだよ、あの日が出ないから。で多分今の計算だと、まあ、7秒だとして30秒の尺取るの1時間半でいける計算なはずなの。何分ぐらい、動画時間で何分ぐらいの尺あればいいかな。1分もいらないよね。誰か映像詳しい人、尺どれくらい必要か教えて。30秒でいいような気がするんだよな。インターバル撮影っていうのは時間を中置くってこと？これずっとシャッター切り終わったらシャッター切り続けてるけど、どういうことなんだろう。時間を置くってことかな。誰も教えてくれない。尺がどれくらいあればいいのかわかんねえ。寒いよ、寒いよ、寒いよ、助
助けてケロ誰か。今ちょっと何枚ぐらいシャッター切ったか見てみます。200枚ぐらいですね。200枚ぐらいシャッター切りました。200枚なんで多分大丈夫だよね。あれ俺今までのさ YouTube に上げてるラプスって何秒ぐらいしか撮れてなかったっけ。30秒で十分だよね。1分もいらないよね。1分もいらないっすよね。え、どうなんだろう。多分今までの5秒とかだったんだよ。だから大丈夫だと思うんだよね。いや違う、現在8秒かどうかじゃなくて、あの要は完成形の尺どれくらい余裕持って持ってればいいかって。あのね、25秒は2つつなげて、しかも逆再生も込みだと思う。だから4分の1なんですよ。要は普通のラプス取って逆再生して尺を稼いでるの、あれ。だからそう、完成形の尺でどれくらい必要なのか、要は素材としてどれくらい持っとくといいよっていうのが分かんなくて、で今回30秒で設定してるんだけど、完成形の尺を、完成の尺30で計算してるんだけど、どうなんだろうなみたいな。どれくらいのを持っとくとストックフ、あのなんていうの、今後使える使いやすい素材になるのかっていう。これ財産じゃないですか、こういうのって。この財産を何秒持っとくといいのか。え、15秒でいいんすか。15秒でいいすか。雲の変化なしですね。車と人のみです。今回は雲は一切なし。だから動くのは両端の車の対向車線と、中央の交差点の人だけですね。そっか、15秒あれば十分か。こんなもんか。一応30秒撮ります。あの1時間半シャッター切ります。一応30秒じゃ余裕持って、ただシャッタースピードが6秒で済んでるんで、あの明るさの関係で、うん、シャッタースピードが6秒で F 値22 ISO 100で24個までいこうと思ってますね。24フレームで行こうと思ってます。だからシャッタースピードがちょっと短くなった、10秒のやつを6秒に変えたから倍時間少なくて済むから、多分ね1時間半で720枚撮れるんですよ。で720枚の写真撮ったら30秒いけるんで、まあ余裕持って2時間。どうなんだろう。俺が引かれないかどうか不安でしょうがないな。え、なんか蜃気楼みたいなのって出る？え、なんだろう、蜃気楼みたいなのが見える。え、歌舞伎町で蜃気楼なんか出る？え、なにこれ？え、なにこれ？俺の目がおかしいのかな？え、なにこれ？蜃気楼？わかった！寒いじゃん。このさ、下から出てくる熱風で蜃気楼になってる。え、これめっちゃ面白いの撮れるかも。
この下から出てくる熱風で蜃気楼みたいにぼやぼやし始めた。寒いから。わかんないよ、肉眼では蜃気楼になってんだよ。え、これ写真どうなるんだろう。めっちゃ面白くなるかも。ちょっと楽しみだね、これ。なんか遠くの方がぼや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 ってするから、え、何？新宿で蜃気楼とか思って、下から熱風で温度差でぼやぼやしてるよ、奥が。これ写真で表現できてるといいけどな。これちょっと面白いね。これがね、逆に画質が劣化するだけだったら最悪なんだけどね。うまくいくといいけど。あとレンズが曇ったりとかね。ねえ、あるんだね。ただ映像としてクオリティがどうなるかは分かんない。ちょっとレンズ見てみるわ。寒いな。寒いよ。限界だよ。寒たんだよ。あったかい、あったかい。ちょっと待って、下から出てくる熱風あったかいんだけど。ちょっと待って、ここあったかい。あ、めっちゃあったかい、あったかい。地下あったけ。あ、わかった、暖房の排気だこれ。地下道の暖房の排気だわ。だからあったかいんだ。うわ、この上乗っかりてえな。うわ、めっちゃあったかい、ここ。俺の手やばい。うわ、寒い、寒すぎる。サブナードの贈り物。映画のタイトルみたいに言わないでもらっていいですか。サブナードの贈り物はめっちゃおしゃれでしょ。そういうさ、あのリスナーのセンス出してくんのやめてもらいたいんですよ。文化祭欲しい、ナナちゃん。文化祭欲しい。寒いっすね。うわー、きつい。寒い、寒いよ、ここ。文化祭欲しい、アイテム欲しいっすね。お願いします。寒い、寒たんだよ。これ完成形が見えないのが楽しみなんだよな。今40分か。あと倍の時間、倍の時間耐えたら俺の勝ちだ。頑張ろう。
寒いよ。あーもうダメだ、ごめん、フードカプルは。サムタン、サムタン、めっちゃサムタンだね。ありがとう、ありがとう。タイムラプス用の計算機、便利な世の中だね。ありがとう。多分合ってると思うんだよね。720枚で24フレームだった場合、30秒の尺取れると思うんですよ。合ってるよね。多分それでいけると思うんだよね。で、720枚の写真撮るのに、まあ7秒に1回撮ってるんで、7秒だから100分、まあ 1時間半から2時間だと思うんだよな。7秒に1回だったら100分ぐらいでしょ、うん、全然余裕だと思うよ。寒い。ただね、これはね、いい映像を撮れると思う。多分タイムラプスに一瞬俺入り込もうかな。タイムラプスに真ん中に入ってこようかな。どう思う？パッてワードをサブリミナルで入ろうかな。だよね、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 だよね。24フレーム、撮影枚数720だよね。ただそのインターバルが手動だから、7秒に1回ボタンを押してるからちょっとズレが出てるはずなんだけど、だよね、そうだよね、1時間半で撮れるはずだよね。延長します。つまりあと40分僕はシャッターを押したらこの動画が完成するんだ。寒い。
ありがとう、ストリン、ケンさん、ありがとう。寒い。いい動画になるといいな。今ちょっと何枚写真撮れたか見ます。200だから300枚ぐらい撮れてるね。今現在300枚撮れてます。まあいいペースだね。300枚。めっちゃ寒い。あのね、行ってみたの、オーガードのところ、やっぱ半端なく揺れて無理だった。トラックが通るたびとか人がね、ちょっとはしゃぎながら通るたびにもうダメになった。別パティーンも撮りたいな。タバコ一本吸ったらちょっと別パティーン撮ろうかな。別パティーン欲張っちゃおうかな今日。ぜひ、ごついさんけ、あれかな、なんだっけ、マッターホルンじゃなくて、なんだっけ、マッターホルンみたいなやつでしょ。マッターホルンに違いないと思う、俺は。うん、なんだっけ、マンフロットか。うん、ぜひ、貸してください。撮影するときに。マンフロットだよね。マンフロットとかだよね。昨日使わせてもらったよ、弾丸族の撮影で。昨日弾丸族の撮影でカメラマンもやったから。高いんだよなマンフロットな。
手が痛い手が痛い手が痛い。もうすぐ1時間経過か。結構頑張ってんな。いい感じじゃないですか。うん、いや書類見たっけ、画角見せようか。ちょっと待って、えぐいよ。いいでしょ、この画角で撮ってるね。こんな感じ、いいのが撮る。めっちゃいいよね、めっちゃいいよね、うん、今何枚だろう。めっちゃいいでしょ。だ、写真の勉強してよかったよね。最初写真から入ったから、画角はその多分上手い方だと思うの、構図は。だからそこがね、やっぱ計算通りっていうか、写真から入ってよかったなって思ってるね。もう多分素材としては結構使えると思うんだよね、かなり。ただ寒い、ただただ寒い、サムタンだよ、サムタン。900枚、750枚、うん、どうしよう。2秒の間、30秒あれば素材としては申し分ないかな。どうなんだろう、30秒で申し分ないかな。余裕持って40秒取っとくか。
バコ吸いたい、寒い。タバコとタバコと寒さ。お、1時間経過。残り30分、頑張ります。頑張ります。結構頑張ってるぞ、俺。でもさ、歌舞伎町のさ、この中央分離帯にさ、この中央分離帯に1時間半いるやつってあんまいないよね。おう。この中央分離帯に30分、なかなかいないよね。結構頑張ってるよね。ライブカフェってなんだろう、あれ。ライブカフェ、なんだライブカフェって。ライブカフェって書いてある。なんだろう、生放送するカフェあんのかな。ライブカフェっていうんです。 なんだろうドン・キホーテの上にライブカフェってあるんだけど、誰か知ってる？ライバーが集まんのかな。おお、寒い。寒い。寒い。なんか食おうかな。寒いよ。寒いよ。寒い。あ、分かった。
車の排気ガスもあったけんだ。だ右側車線が排気ガスが出るとめっちゃあったけんだ。わかった。あと13分か。寒い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 。山とかで撮ってる人はもっと寒いんだろうな。これ大変だよ。いや、体が痛くなってきたな。寒くて。あと20分か。いいですね、いいですね、いいですね。いいね。足とかまではさすがにしびれるほど寒くないけど、背中とか体がブルブル震えてきたね。寒たん。手が痛い。手がかじかんでる。かじかむ指の求めるものが、なんだっけ、隠しがちな、違うな、なんか幸福論聞きたいな。私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守るためなら少しくらいだっけ、する苦労もいとわないんです。体が硬い、寒い。何食べようかな。あったかいもの何があるかな。ラーメンとか。
ラーメンとかかな。ラーメンなのか。歌舞伎町に今やってるラーメン、豚汁いいな。豚汁いいですな。タバコ吸いて、っていうか女の子の、よくよく考えるとさ、ガールズバーとかのキャッチの女の子、これを毎日やってんだもんな。大変だよ、歌舞伎の女の子の、ガールズバーの子毎日これをやってんだぜ。毎日すごいよね。毎日だよ。かわいそうに。それはドリンク一杯いただけますかって言うわ。それ言うわ。すごいな。うわ、寒い。寒すぎる。うわ、危ない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 。焦った。危ない危ない危ない。手元が狂う。何今の。大丈夫？設定変わってない？変な画面出たな。すいません、今落としそうになった。そう、手の感覚がなくなってきた。寒いな。いい映像になるといいな。こればっかりはもう予想できないからね。こればっかりは全く予想できない。もう蓋開けてみないとどうなるか分かんないもん。どんな映像になるかな。
今何枚撮ってんだ。そろそろ、そろそろだよね。そろそろなんだよね。寒いんだよね。うわ、寒い。あ、めっちゃ寒い。肩痛い。人通りが減ってきたな。おかえり。寒いよ。めっちゃ寒い。あー、延長来た、嬉しい。延長が来た。延長します。延長させていただきます。これ3時間だったら心折れてたな。シャッタースピード6秒で助かったわ。革ジャン着てきた方が良かったね。そうだね、それ家出る前に言ってほしかったな。もっと早くそのことに気づけばよかったな。残念だな。ああ、俺の写真はどんな世界を作るかな。楽しみだね。30分過ぎたらどうしようかな。30分過ぎたらまあいっか。
どんな世界になるのかな。うーあと5分か。あと5分か。光筋祭りっすね。6秒なんで結構光筋祭りになると思いますよ。あのコロンみたいになるのかな。ただね、あの1秒とか2秒の方が面白いかなとか思い始めて、ちょっと1秒2秒のあの撮影でちょっとやってみようかな。少しやってみたいなと思ったけど、俺の心が折れそうだから帰る。今日はこれでいいや。光筋祭りだろうな多分。で多分その赤信号の時に止まるから、フィーンフッフィーンフッフィーンフッみたいな感じですよね。光がフィーンってなって、フッフィーンフッフィーンフッぐらいの間だと思うんだよね多分俺の予想。これだから本当はな、色合いをとあのオートで完全にコントロールできるんだったら、そのシャッタースピードも時間変えても絶対面白いんだよな。その100枚の写真はシャッター6で切って、中の50は、シャッターを 3で切るとか、その時間のコントロールやりたいですね今度は。多分超絶難しいと思うんですけど、そうすると多分急にピタッて止まる変な映像とかでギューって動き出したりとか、面白いのが撮れると思うんですよね。今はただオーソドックスなやり方で綺麗に撮るっていうのだけやってますけど、もっともっといろんなことができるはずなんですよね。6秒す、シャッタースピード6秒す。多分光筋祭りでしょうね。祭りかどうかは分かんないけど。それ光筋祭りって言うんだ。もう寒くて突っ込めなかった。業界用語なんですね、光筋祭り。絶対嘘でしょ。 Google で検索しますよ後で。映像撮影光筋祭り絶対出てこない。業界用語。ミュージックビデオで主に多用される技法の一つである。光筋祭りとは主にプロモーションビデオで撮影される映像手法である。ないわ。ダメ。もうそろそろ30分経ったんじゃないの？お、帰るか。あーもうくねくね動いてないと無理。何食おうかな。
何食べよっかな。あ、す、めっちゃ寒い、めっちゃ寒い、寒いよ。歌舞伎町の前寒いよ。歌舞伎の前です。いきなりステーキってこの時間やってんの？あれだな、あそこ行こうかな、回転寿司。めっちゃ寒いよ、めっちゃ寒たんだよ。もう取っただろう、さすがに。余裕も持って10分シャッター押すか。余裕持ってもう10分シャッター押すわ。なんか怖えから。もう10分シャッターを押します。延長します。1時間半一応目標達成です。多分30秒の尺は確保できたと思うんだけど、これで。もうちょい粘ります。なんか足りねえってなったら嫌なんで。何枚取ったんだろうな。結構取ったよね。こんばんは、マルーン、こんばんは。もう寒い。ただ、いい映像になると思うよ、これは。多分ね。なってくれなきゃ困るけど。撮影中。撮影中です。こんな感じ。そう、多分700枚もシャッター切ったと思うんだけど、700枚いってると思うんだけどね。どうだろう、いってるかな。いってるかな。タイムラプス、タイムラプスタイムラプス。めっちゃ寒いよ、めっちゃ寒い。中央分離帯だよ、しかも中央分離帯で撮ってるよ。寒いよ、死んじゃうよ。歌舞伎町寒いよ。うん、動画の早送りとは全然違う、全然違う、全然違う。あのね、要はね、もう見た目が全然違う。あの、早送りしてるだけじゃこんな風にはならないっていう、なるの。今説明してあげる。あのね、簡単に言うと動画っていうのはパラパラ漫画なのね。で、一枚一枚写真を切ってるの、動画自体も。それはわかる？あの、24枚の写真をビデオは切ってるのよ。だけど、タイムラプスっていうのは1枚の写真を今6秒かけてるのよ。つまり、1時間半を、1枚の写真を6秒かけてるのを1時間半7秒に1回写真を撮ってるのね。だから6秒間の時間が詰まった24フレームだから、簡単に言うと1時間半今写真撮ってるんだけど、これで30秒、これ30秒で、早送りを1時間半やっても6秒分の1フレームになってないの。言ってる意味わかる？
要は24フレームで1秒だから、こっちの場合は6秒だから何倍、1枚の要は停止したと、あのみんながピッて停止ボタンを押した時の情報量が違うの。1秒24分の1だから6だから 24×6、 24×6 ってなんだ、 24×6 は誰かできる、 24×6 誰かできます、 24×6。 24×6 できる、18じゃない、 24×6、 要は停止ボタンを押した時の情報量が、その 24×6 の情報量が入ってんの。そう、144倍の濃縮された停止ボタンの原理なの。だから簡単に言うと144分の1の現実世界の映像なんて存在しないから、幻想的な絵になるの。要はその光の時間がずれてるから幻想的になるのよ。だから世の中ではありえない動画になるの。だから早送りとはちょっと違う。早送りはただ早いだけだから。だから写真なんだよね、映画と写真、動画と写真のハイブリッドっていうのかな。だからタイムラプス自体はあのビデオカメラではできない技法なの、多分ね。よくわかった。だからさ、例えばなんだけど、1枚の写真、24分の1フレーム今回ラプスに使う動画のさっき今撮った1枚がこれなのよっていう感じだから、光祭りだね。あのね、あの今サトシの、 あの妄想代理人っていうアニメの妄想代理人とか、あのなんだっけ、オープニングとかで使われてるね、あいやたらたらたららたらたらの背景のやつ、アニメでもやってるよ。アニメはそれっぽく作ってるんだろうけど、寒い、とにかく寒い寒い寒い。タイムラプスの動画撮り方による、その今回は線になる、今回は線になる、要は、時間をコントロールできるから、だから今回は線で作ってるね。だから線じゃなくてもう作れるよ。要はそれをどういう風に見せるのかを作るのがタイムラプス。要は作り手、作家性だね。なんだこれ、なんか勝手に切り替わるんだけど、バグってる。寒い寒い、とにかく寒い、とにかく寒いんだよ。寒い。やだ、めんどくさい、めんどくさい。っていうか動画は肉眼と一緒だから、動画は肉眼と一緒だから、っていうかもうあのタイムラプスを見たら明らかに違うって分かるから大丈夫、大丈夫、今回の動画は分かるから。あ、でも動画の素材撮っとくのありだな、ちょっといいアイデアかも。動画の素材撮るわ、今ミックスしよう。ありがとうありがとう、マルーンいいわそれ、それだ、スローモーションと動画のミックスやるわ、それだわ、それだ、ありがとう、超いいアイディアだわ。そうだ、タイムラプスでブワーってやって急にピタッて止まってスローモーションになったりとか、超かっこいいじゃん、それだよ、それだわ、超すごいアイディアじゃん、行こう、それだそれだ、
シャッタースピード変えなくていいんだ。フレーム数が高いんだもん、こっち。うわ、うわ、それやろ、それやろ、それやろ。今だから100分、ちょうど。あ、今、今やろ。うわ、うわ、うわ、いいよ、マルーン。それだよ。それそれ、それだよ。それだよ。うん。そしたら、なんだ、フォーカスとかの遊びができるんだもん。うわ、天才、俺。ただ寒い。今日だから、今日作る動画ミックスになる。今アイディアをもらった。あ、ピクチャープロファイルの設定とかあるかな。ちょっとどうなるかわからん。ただ試してみるわ。もう素材としてはもういいかな。うわ、危ねえ。寒い。体が言うこと聞かないもん。動画撮ってみようか。動画クリエイティブスタイルを。パーフェ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、花火ありがとう。サンキュー、ありがとうございます。手ぶれなし、レリース駆動スピードあった、フレーム数を50。あ、ありがとう、イルカありがとう。イルカありがとうって録画してるからあれか。今ね、やってんのがこういう感じ。こういう感じで録画してる。あそこのポールあるじゃん。中央分離帯であそこで撮影してんの。すごいでしょ。あそこ。あそこで撮影。やばい寒い。まあ一応ね、タイムラプスの方は終わりました。タイムラプスの方は終わって、一応
ここが今日撮った場所です。今日撮った場所です。あそこね、あれあれがカメラ、これこれこれ見える、これこれがカメラ。一応終了かな。結構面白い動画になるといいなと思ってるけど、あったけえなここ、超あったけえ。要はさ、ここの網の部分、下の地下道からさ熱風が、超あったけえ。ちょっとここにしばらくいていい？あったけえ、超あったまる。このね、歌舞伎町の前の一番街の前で撮影しました。この歌舞伎町一番街の前で、マルーンからいただいた花火で、あと40万8000円です。ありがとう。花火ありがとう。ただね、808っていう数字は使えないって書いてあるね。808って数字は使えないって。帰るか、帰りますか。じゃあ帰る、片して。もう限界だよ、私もう結構取ったでしょう。じゃあ一旦枠閉じます。皆さんありがとうございました、家に飯食って家帰ってまた枠つけます。お疲れ様です。お疲れ様です。帰ります。ありがとうございました。おつです。さあ寒い。